皆さんこんにちは、奈良岡莉子です。今回の動画はこちらのパックをレビューしていきたいと思います。ということで今日はすっぴんで動画を撮らせていただきます。ダーマルショップというブランドのベイビーフェイスフェイシャルマスクというパックになるんですが、韓国のブランドのもので、日本では未入荷のものになっています。ですがウェブの方でもうすでに購入はできて、11月日本で一斉に発売をするらしいです。このマスクね、ちょっと使い方が普通のマスクとは違って変わってます。簡単に言うと、貼るとバリバリ、剥がすとつるんです。まあ使っていってどういうことだかわかると思いますので、使ってみたいと思います。まずね、ついてるのはフェイスマスク1枚と、こちらにアイクリームというものがついています。これね、パックとクリームがついてるので、このパック1つでスキンケアまで完了してしまいます。それでは使っていきます。まず洗顔を済ませてから、化粧水で軽く肌を整えます。開けてみるとマスクなんかちょっぴり、お、液体かなりたっぷり垂れちゃうぐらいついてます。ちょっと黄色っぽいような液体ですね。顔にのせます。貼ってみるとこんな感じです。マスクを剥がすと肌に張り付いた美容成分が乾燥し、肌の不調な箇所がバリバリとひび割れます。どういうこと？つけ心地としてはすごく軽い感じ、液体自体もサラッとはしてるんですけど、さっきね、手でこう触った後にティッシュで拭いたらティッシュがかなりへばりつくような、なんか粘着性があります。糊みたいな。それではこの状態で5分から10分待っていきます。はい、時間が経ったのでマスクを剥がしていきたいと思います。ルル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 、お、なんかちょっとツヤンとして、あ、今こうやって眉毛とか動かしたらなんかこの辺にのりついてるみたいに、なんかピキピキする、顔がね突っ張っているようなピキピキした感覚があります。この状態で10分この美容液が乾いていくのを待ちます。ということで10分経ちました。やばい、この辺見て、多分喋ったりするからすごいすごい、全然上手に喋れない。てかもっと多分顔動かしてみると大変なことになると思うんで、ちょっといっぱい顔動かしてみます。やばー、うわー、見て、いやー、やばくない？何これ、いや、やばい、顔動かすと、うわ、ビッキビキ、うわ、ほら、やばくない？うわー、うわ、気持ち悪い、なんかね、脱皮してるみたい。うわ、すごい、顔こんな感覚初めて。何これ、卵の白身をそのまま塗ったみたいな、このパリパリ感、すごいことになっております。粉吹いちゃってるみたいに見えるもんね。こういう風にひび割れているっていうのは不要な角質を吸着して美容成分が浸透している証拠みたいです。で、特に乾燥がひどい部分はこういうひび割れが起きやすいみたいなので、これをやったことによって、私はやっぱこの口元だったり首元が普段乾燥してるんだなということに気づきました。おでことかはさ、そんなにひび割れてないんですよ。うん、なのでこれをやることによって自分の顔のパーツでどこがね乾燥してるかなっていうのも、そういうチェックもできます。そしてこれを洗い流してきます。はい、洗い流してきました。もう洗い流してる時に思ったんだけど、肌が超ツルツルになってます。卵肌っていう言葉がふさわしいぐらいすべすべ。何これ、さっきまであんなバリッバリで超なんか顔動かしづらかったんですけど、今ほんと何これ、もちもちなんだけど。ちょっと肌のさ、トーン上がってないですか？なんか張りも感じる。そして最後の仕上げですね。アイクリームっていうことなんですが、顔全体に塗っていきます。クリームは、まあ、真っ白いこういう、こうもたっとしたような感じのクリームですね。かなりたっぷり入ってます。これをね、目中心に、顔全体にね、
塗り広げていきます。あ、これもいい匂いする。このクリームの中には2種のペプチドが入っていて、なんか敏感肌の方でも使えるぐらいすごい優しくていいクリームみたいです。まあ、これ一つでスキンケアも完了しちゃうので、これめちゃめちゃ便利だね。伸びが良くて、ほんと首の方までしっかり塗ります。マジで肌がいい感じ、いい感じだな。これピッカピカになりましたね。うん、なんかほんとトーン上がってない？はい、ということでこちらのパック本当に良かったです。まあ、バリバリになるパックっていうのはそもそも初めてだったので、面白さもありましたし、あとバリバリになってる時にやっぱね、なんかこうリフトアップされてるようにも感じました。肌のトーンも上がったように感じるし、何よりまあ卵肌に近づけたんじゃないでしょうか。ほんと洗い流してる時にね、自分の肌こうやって触れてて、え、こんなツルツルだったっけっていう風に思いました。11月の初旬に、まあ、大手のバラエティショップとかで発売が開始されますし、あとネットの方ではね、もうすでに買えるので、気になる方いればぜひ概要欄に URL 載せておきますので、チェックしてみてはどうでしょうか。はい、ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、 Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡莉子でした。バイバーイ。